ねえ、のぼるくん？いよいよ木星を出発。メールが届くまでだんだん時間がかかるようになるけど、一番端っこのオルトの雲からだって。そういえば、長峰は割と成績も良かったし、運動もできたような気がするけど、それにしても国連軍だよ。なんだかバカみたいな話だ。このメールがのぼるくんに届くまで1年。私のこと忘れちゃうかな？私たちは宇宙と地上に引き裂かれる恋人みたいだね。